こんにちは、ミカです。日本一優しい本格パン作りの教科書レーズン酵母編が出版されました。これまで1万人以上の生徒さんが教えてきたパンの中からえりすぐりのパンを皆さんにご紹介していきます。はい、では作っていきましょう。リスドール純強力粉、フランスパン専用粉ですね。こちらを 50g、 レーズン酵母 50g、 よく合わせましょう。しっかり混ざりましたら、こちらを2時間室温で発酵させていきます。バナナを焼いていきます。皮付きのまま 160g から 180g、 こちらをアルミホイルに包んで200度で10分から12分ぐらい焼いていきます。生クリームです。乳脂肪分 35%、 こちらを80g、 グラニュー糖 70g、 こちらをね、ミキサーで混ぜ合わせていきましょう。少しとろみが出るまでミキサーを回していきます。ミキサーはね、斜めにしないでまっすぐ使ってくださいね。粘り気がないのでね、斜めにしちゃいますと生クリームが飛んでしまう恐れがありますので、ミキサーはまっすぐ立てて使っていきましょう。はい、少しとろみが出てきました。2時間室温に置いておいたリスドールとレーズン酵母、こちらを加えていきます。混ぜやすいように少しね、細かくして入れていきましょうか。なかなか落ちないですよね。ミキサーで混ぜていきます。発酵させたものをね、少しね、切るような形で混ぜていきましょう。ミキサーね、持っていかれる可能性があるのでね、しっかりね、掴んでくださいね。はい、生クリームとね、だんだん混ざってきたの分かりますか？はい、こんな感じでね、もうね、しっかりね、生クリームと混ざりました。そしたら一度止めてもらって、卵を入れていきます。全卵ですね、1個入れていきましょう。そしたらまたミキサーにかけていきます。卵がね、しっかり混ざれば OK です。はい、一度止めましょう。そうしましたらね、オリーブオイルを入れていきます。少しずつ入れていきましょう。回しながら入れにくい人は少し入れたらミキサーを回す、で止めて少し入れたらまたミキサーを回すっていう形でね、回しながら入れなくてもいいですのでね。はい、しっかり混ざりましたら止めていきます。先ほど焼いたバナナをですね、皮を取って入れていきます。ちょっとね、細かくしといてあげると混ぜやすいです。だいたい 120g ぐらいになってるかと思います。ちょっとね、大きかったですね。少し切って、はい、またね、ミキサーで混ぜていきます。で、この時のバナナの混ぜ具合なんですけれども、バナナの食感を残したい人はね、そんなに混ぜなくてもいいです。私はね、今回ちょこっとだけね、バナナの食感を残していきたいと思います。はい、ちょっとね、つぶつぶ残ってますよね。もう少し回そうかな。はい、こんな感じです。じゃあ羽はもう使わないので外しちゃいましょう。あらかじめふるっておいた薄力粉ですね、私はドルチェを使います。 150g を入れていきましょう。はい、ここでしっかりね、混ぜ合わせていきます。まず粉気がなくなるまでしっかり混ぜていきましょう。粉気がなくなってきたら、さらに混ぜていきますよ。もうね、5、60回ぐらい混ぜてもらうといいですね。ちょっとここからはね、生地がね、重くなってきてるので大変かと思いますが、しっかり混ぜてあげましょう。5、60回ね、数えてあげるといいですね。もうね、重いんですよ。ゴムベラを持ってる手を変えたいですね。はい、滑らかになってきましたよね。はい、このくらいになれば OK です。はぁ、疲れました。まあ、
5、60回よりもうちょっと多くやってるかな。はい、一度ね、ゴムベラをきれいにしましょう。ボールの周りもきれいにしてラップをしていきます。室温で5時間置きます。夏場は冷蔵庫に入れておきましょう。途中ね、1時間ぐらい前になりましたらオーブンに余熱を入れていきましょう。天板を入れて240度で温めておいてください。はい、では休ませてる間にパウンド型にオーブンシートを敷いていきましょう。パウンド型のサイズは8cm×18cm×6、 6が高さです。パウンド型から1センチぐらい出るような大きさにオーブンシートをカットしましょう。そうしましたら底のサイズに合わせてオーブンシートを折っていきます。ただね、2ミリぐらいちょっとね小さく折っていきましょうか。はい、折りましたら切り込みを入れていきます。1箇所入れます。手前から向こう側です。90度回転させながら同じ方向に入れていきましょう。同じ方向に入れていくと風車みたいな形でね、オーブンシートがカットされることになります。はい、そしたらカットされたピラピラがね、外側になるようにパウンド型にオーブンシートを入れていきましょう。はい、こんな感じです。5時間を経ちました。一度生地をゴムベラでよく混ぜてあげましょう。で、先ほど用意しておいた型ですね、ペラペラのところがね折れないように指先にちょっと生地をくっつけて、糊代わりにしてシートとシートをね貼り付けて押さえていきます。はい、4箇所やりましょう。そうしましたらこちらに生地を流し入れていきます。重いですのでね、しっかり持ってくださいね。ドロッと流れてきますね。少し膨らんでるの分かりますか？ボールに残ってる生地もね、もったいないですのでね、材料の一部ですので全部入れていきましょう。はい、平らにしていきます。ならしていきましょう。そうしましたらこちらですね、軽く叩き落としまして、オーブンの温度を200度に下げてまず20分焼いていきます。ここでちょっとお知らせです。もっと詳しくパンを学びたいという方向けに通信講座をご用意しています。イラスト入りのレシピと動画を見ながらご自宅で学んでいただく講座です。この YouTube チャンネルでは紹介していない美味しいパンの作り方はもちろん、いろんな角度から撮影しているので、より分かりやすく気をつけてほしいポイントを詳しく解説しています。何度も見ながら確認して作ることで上達するのも早くなりますよ。詳しいことは概要欄に載せていますので、ぜひご覧ください。はい、20分経ちましたので、パウンド型をね一度外に出します。そうしましたら濡らしたナイフですね、真ん中両サイド1センチぐらい残して切り込みを入れていきましょう。はい、今度は180度に下げてさらに10分焼いていきます。はい、焼き上がりました。膨らみましたね。じゃあこちら出していきましょう。いい香りです。はい、じゃあこのままね粗熱を取っていきます。楽しみですね。はい、しっかり冷めましたのでカットしていきましょう。厚さ1センチ強ぐらいがいいですかね。カットしていきます。すごくねレーズン酵母の香りがいいんですよ。楽しみですね。はい、こんな感じに焼き上がりました。ぜひ皆さんも作ってみてくださいね。ではまた。